はい、フィナーレになります。はい、あれ全然めっちゃ当たってる今。寒すぎる。寒い。早く上がれ。寒い。うお、直撃。よっしゃ。でも寒い。止めよう。本日ラスト配信です。はい。いやーね、一日長かったですね。熊の怪我はいる？だって。熊の怪我は大丈夫。うん。今んとこ、今この瞬間は大丈夫。うん。今日長かった。今日だって5時に起きたんですよ。みんな偉すぎひん、偉すぎひんかねえ。4時15分、あ、ごめん、私だ。その起きたのは私だけでした。みんなは4時15分に起きたんだった。ごめん、ミスった。うん、ごめんなさい。私寝てましたよ。4時15分ぐっすりと、ぐっすり寝て4時57分におっしゃ行くかって起きました。うん、おっしゃ行くかって、一応配信するかって起きました。うん、明日のえぐいスケジュールを。お、疲れ、今んとこ溜まってない。明日はね、明日発表しようかな。でもなんかね、これできるかなって本当に思ってんだけど、なんか配信部屋が今日あったんですよ、お話し会の会場に。だから配信できたんだけど、明日もねあると信じて、あると信じたスケジュール。755に送りました。これできるかな。でもさ、この直前までさ配信したらさ、みんなお話し会入場できないのかな。どうなんだろう。後になるだけだって。了解了解。みんながショールーム見てたら押すかもね。だってマジ。こういう感じでやっていきたいなと思います。うん、どうだろう。レーンに最初並ばないで後からみんな並ぶ感じになるなって。じゃあ今日もそれだったのかな。どうしよう。じゃあ帰ろうかな。12時10分のやつどうしよう。ちょっと変えますわ。一回消そう。
問題なかったら大丈夫。今日ね一回も押してなかったぶっちゃけめっちゃ巻いて終わった。今日は人がねあんまり、いや来てたけど巻かな、なんか押すことはなかった。だからこれでもいける気がすんだよね、うん、でも12時間のとこはちょっときついかもねって思った。うん、今そう、でもまあちょっとエレベーターの関係とかで、え、やっぱお昼はやった方がいいですか。じゃあこれでやろう。みんなすいません、じゃあこれでやらせていただきます。まあちょっと多少ずれるかもしれないから、その時はその時で言いますね。うん、じゃあ皆さんよろしくお願いします。明日下は6時57分に私は起きます、うん、明日は6時57分に起きて、みんなは5時15分に起きます。間違えた、6時15分みんな6時15分です。私は明日12時半からだよね。え、私は明日本当に12時半、12時半から8時までだよね。だよね、え、だよね、だよね。うん、うん、じゃあこれでやりたいと思います。うん、よろしく。お、クマタワー来た。ひとくまさとる、あ、ひとくまさとるさんがクマタワーをくれました。ありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょう。ひとくまさとるさん、ありがくまタワー、ありがとう、ありがとねー、くまタワー大事にします。もう予測変換できるようになった。だってみんなじゃない、みんなできてる感じかな。予測変換クマタワーってわざわざ打たなくてもいける感じ。あて出てくる。だってすごっ、すごタワー、ありがで出る、ナイス、うん、もうお風呂入りました。このもう歯磨きもして全部スキンケアもして、もうあとは寝るだけって感じで一
聞かせていただいております。そう、お、なおなお、ありがとう、くまなおなお、じゃあみんなで礼言いましょう。なおなお、ありがくまたわー、ありがとう。あれ、やばいぞ、なおなおがやばい、グリズリー声、グリズリー声だ、やばい、なんだこれは。グリズリー声した、ありがとう。え、ありがとう、なおなお、3種類全部、3種類のクマくれた、ありがとう。え、ありがとう、クマ3種タワーでしたって。なおなお、ありがクマ3種タワー、ツンツンツン、ありがクマ3種タワー、ありがとう。詰め合わせきた。初めて見た、だって、はい、初めてよ、ありがとうございます、盛り合わせありがとう。お歳暮かなってきた。すごい、クマ10個ってさ、10回連打する、緊張感ありそう。それさ、1個でもさ、ちょっとタイミングミスったらさ、3と7とかになってさ、あータワーじゃないって、なるって。なるなる、だって、ええー、緊張の一瞬、あらあらあら、この間失敗しました。でもね、タワーはタワーですもんね、使ってる場は同じですから。星ギフト投げは10個連続で投げるとポイントが 1.2 倍になり、お得ですらしいです。お得らしい、なんかクマ個別でちょんちょんちょんってくれる方いる、ありがとう。嬉しいね。今星を495個投げました、ありがとう。いっぱい分投げるとき星はどこに貯めてるの？頭ん中に。お、鳥居です、あとおだし、熊タワーありがとう、ありがとう。鳥居です、あとおだしが熊タワーということで、じゃあみんなでお礼言いましょう。鳥居です、あとおだし、ありが熊タワー、イエーイ、ありがとう、ありがとうございます。お出汁です、ありがとうございます、ありがくまたは。そう、私のあのルームの風習で、タワーを建ててくれた人にはみんなでお礼を言うっていう風習があるんです。今更説明、なんかたまに言わ、なんかたまにコメントであるんだよね、なんでお礼言わなきゃいけないんですかみたいな、うん、それしきたりなんです。私の配信の中では私だけが言うんじゃなくて、みんなで言うっていう、そう、みんなで感謝するっていうしきたりがあります、うん、
うん、他のルームで行ってなくて逆に驚いた。だってそう、他の方はそれないんだよね。私だけなんだよね多分、このみんなで言いましょうみたいな。うん、あかりのルームは言うよ。おー、じゃあ同じしきたりがはびこってる。うん、優しい世界。はびこってるって悪いことに言う。そうなの？なんかみんな笑ってんだけど、はびこってるって。はびこる、はびこる、茂って広がる、いっぱいに広がる雑草が天敵を、え、悪い意味なの？良くないものの勢いが盛んになって広まる。だって、なるほどね。素敵な風習だと思います。だってありがとう、褒められた。あ、ゆりちゃんの豆腐プロレスまた見たい。だって、え、まあ豆腐プロレスまたあったらやるけど、ないからね。あ、クルリン、ありがとう。クルリンが熊田を立ててくれました。ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。クルリン、ありがとう。熊田はイエーイ、ありがとう。ありがとう熊田はでございます。いいんですか、いいんですか、こんなに熊もらっちゃっていいんですか、いいんですか、いいんですか、こんなにクマもらっちゃっていいんですか、いいんですか、いいんです、いいんですよ、いいんですよ、ねね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 ね、いいんですよ、いいんですよ。お、りんちゃん、あ、りんちゃん、ありがとう。りんちゃん、さっきから一つ一つクマくれたけど、ついに10個まとめてくれた。ありがとう、りんちゃん。じゃあみんなでお礼言いましょう。りんちゃん、ありがとう。クマタワー大成功。クマ、クマのクマタワー大成功。上手。エリちゃん大好きだって。え、嬉しい。私も I love you。 流れでエアコンつけそう。ちょっと熱くなってきた。でも直撃なんですよ、ちょうどね、そこにあるから。ここが一番直撃の場所なんだが、寒いんです、ここにいると。あ、とっさんあとおだし、とっさんあとおだしもありがとう。うん、あ、じゃあみんなでお礼言いましょう。とっさんあとおだし、ありがくまたわー、ありがくまたわ。ありがくまたわ。うん。して、ありがたわもだ。あ、せいか。せいかありがとう。ありがたわだ。せいか、ありがとわ。ありがとわ、ありがとわ、ありがとわ、ありがとわ。
真のありがたは。ありがとうございます。お、みほ熊タワーありがとう、ありがとう、みほありが熊タワー、ありがとうございます。皆さん熊大量発生、タワー大量発生ね、今日誕生日だと勘違いしちゃいますよ、みんな初めて見た人が。でもイベント中ってここにさないからね。ね、ない出ないんだもんね、こうやって。そう、タワー禁止なんだイベントって。明日もよろしくだって、よろしく。ないんだ。10連で投げた方がいいというタワー自体ない。え、タワーはできないの？17期平田ちゃん、小田さんにゆきちゃんと言われてめちゃめちゃ嬉しかった。だって、え、嬉しい。タワー10連できますよ。あ、できるんだ。ホア、ホア、ありがとう。ホア、じゃあみんなでお礼言いましょう。ホア、ありがくまたわー、ありがとう、ありがとう、くまたわー。しばらくお話しかいけないけど、ガチ勢ですぞ嬉しい、離れてても心はすぐそばに、ありがとうございます。こんなにタワー来る配信初めて、圧倒だしそう、私ね、そうイベントだからみんなこうやって頑張ってくれてます。だから私もいっぱい配信してみんなが星をね投げれるように頑張りたいと思います。もしかしてだけど、これレインボースタートは1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、ひとくまさとるレインボースタータワーだ。ありがとう。じゃあみんなでお礼言いましょう。ひとくまさとるありがレインボースタータワー、イエーイ、ありがとう。ありがレインボータワーだ。ありがレインボータワーでした、間違えた。ありがレインボータワー、ありがとう。どっちも正しい、それな。ありがとう。最終日まだですよ、それな。もうなんか最終日みたいにみんな頑張ってくれてる、ありがとう。愛知の時の里襟との対戦はマジ感激した、かっこよかった。どういうこと？里襟って佐藤あかりと小田襟ってこと？どういうこと？佐藤あかりと小田襟の対戦ってことなのかな？誰？誰のこと言ってる？どれ？誰のどれ？でも嬉しい、感動してくれてると、私のプロレスで嬉しいです。
プロレスでね結構ファンになってくれた方結構いたよ。プロレスは良くてみたいな、はい、握手会めちゃ来てくれる方も結構いた。プロレスで知ってってプロレスで好きになりましたみたいな方めっちゃいたけどね、あの時。うん、僕は青い鳥で知りました。それぐすごいね。横山のファンかな。横山のファンじゃなかったら怖い。どうやって青い鳥で知るん。あ、待って、ただちゃん9個のクマ、ただちゃん惜しいってきた。ただちゃん、どうした、ただちゃん、ただちゃん、どういうことただちゃん、あ、ただちゃんただちゃん、すごい嬉しいもう一個投げると圧をかけている。でも違う、嬉しいんです。9個でも大丈夫かな、ショック受けてないかな今。嬉しいですよ、ただちゃんありがとう。うんね、心配心配だけどね、ありがとう。あ、やばい、あと2分だからおランキング呼ばないと。ただちゃん一生忘れません、あなたのこと。じゃあおランキング読みます。いきます。13位、ケン、12位、マーとおだし、11位マカシアとおだし、10位ミヤちゃん、9位セイカ、8位トッサンアとおだし、7位ホア、6位クルリン、5位トリデスアとおだし、4位ミホ、3位リンちゃん、2位ひとくまさとる、そして1位はナオナオ、ありがとう。そしてタダちゃんありがとう。そしてそのね、その他の皆さんも本当にありがとうございます。今日一日たくさん配信できて本当に楽しくてね、あっという間でした。時間が、明日は7時からということで、ぜひ皆さん配信楽しみにしていてください。うん、では皆さんありがとう、本当に。また明日ね、おやすみ。 SMS みんなやってるよね、だって。そう、 SMS 認証ぜひしてください。また明日、タダちゃん気になるね、ありがとう。またね、おやすみ、バイバイ。おやすみなさい。明日7時にまた会いましょう。